エールの部屋へようこそこの番組はネットビジネス歴18年、延べ1万人以上サポートしてきた僕が、メルマガ読者さんのお悩みや質問にお答えしながら、自由な人生を送るためのコツをご紹介していく、メルマガ読者さん限定の特別番組です。はい、やってまいりました。ニックネーム、稲川のおっさんさんですね。ありがとうございます。はい、脳汁太郎さんの連敗を、連敗じゃねえわ、連チャンを阻止した、稲川のおっさんさん。 ね、多分10連ちゃん行くんじゃない過去最高の10連ちゃん行くんじゃないかってとこだったんですけど、稲川の大沢さんがそれを阻止しましたね。はい。そんなお便り読み上げていきたいと思います。いつもお世話になっております。プライベートでは最近、まるくんを見かけなくなった。 が、最近はどうしてるんだろうと思うと、数ヶ月後、突然再会。また週末に会社が休みの時はアルバイトに行っていますが、派遣の〇〇さん、最近見かけないなぁと思うと、数ヶ月後に別の現場で再会など、奇妙な引き寄せの法則的なことが起こります。直接ネットビジネスの収入には直接しませんが、吉谷さんは引き寄せの法則的なことを考えたり実践していることはありますでしょうかと。来ましたね。 ザ・シークレット。ザ・シークレット。ザ・キーとかね。昔ザ・シークレットめちゃめちゃ流行ったんですけど、何年前だ ?20 年前かな。はい。あの、プロモーション PV の作り込みもすごかったんですけど、まあ、すごい全世界でもすげえ売れたと思うんですけどね。あれからかなもっと前から引き寄せの法則みたいなのあったとは、あったのかなまあ、ぶっちゃけこの引き寄せの法則って、まあ、僕からすると、引き寄せの法則じゃないんですよ。 ま行き切ったんですけど、答え引き寄せの法則の答え言いましょうか？何だと思います。引き寄せも何もなければそもそも繋がってるって話ですね。<laughs> 僕たちは全宇宙の意識と繋がっているっていう。運命共同体みたいな。だから、まあ僕のイメージとしては？ あのもうそもそも意識っていうのは大きい宇宙の意識,意識っていうのは、まあ、一つの意識があって、えー、すごい大きい意識があってそこから小粒,が小粒が出てくるみたいなねだからもうその意識は集合体の意識は一緒なんだけどそこから意識あのちっちゃい意識がね生まれてでなんか人,人にこう言ってるみたいなうんなんか魔人ブーいっぱいで魔人ブーのコピットいっぱい出てくるみたいな 魔人ブー・ジュニアいっぱい現れるとかねサイバーイマンサイバーイマンめっちゃ現れるみたいなだから結局つながってる一緒なんですよね例えば、まあ、それを分かりやすく説明するとなぜ人は、うん、同,じを同じものを見て感動したりとかもら,もらい泣きっていう日本で言うならもらい泣きみたいな言葉もあったりとかなんかその なんで、泣くことをもらえるんですかみたいな。なんで人が頑張ってる姿をね、見ると、なんか24時間テレビとかね、なんかもうマラソンしてる姿を見るとなんか感動したりとかね、箱根駅伝とかね、なんか頑張れーみたいなね。なんでそうなるんですかっていう。まあ、全員じゃないですけど、結構その共通ポイントってすごいありますよね。目も顔も、体の体型も人種も違うんだけど、ね。 だけど、ある一定の共通ポイントって人間の感覚的に DNA に刻まれてるのが分かんないですけど、まあそれが意識で、意識なのか DNA に刻まれてるのか分からないですけども、まあ引き寄せの法則的な、そのスピリチュアル的な側面の言葉で表すならば、意識の集合体であるって話ですね。僕たちは。うん。で、それが小分けされてるだけですよっていう。だから結局、意識っていうのは最終形は、あの、 すべて一つの目的に進んでいるって話ですね。で、その一つの目的っていうのは分からないです。うん。意識が、宇宙の意識がどこに向かってるのかは分からないです。どこを求めているのか分からないです。でもそれを探す、それを最終的に、えー、どこに向かうのかっていう実験テストをしてるの、しているのが意識なのかもしれないですしね。うん。だからな、なんすかね。 もう多分まあ今ってそのまあいろんなね、まあ、動画とかもあったりとかしますけども今っていうのはまあ文明のその発達のその発展途上なんですよ。江戸時代に比べると今って相当文明発達してますよね。だけどまだまだこれから発展はしていってまあこ今ね AI とかも出てきましたけども多分今後第3第4第5第6のその核核製自 っていうのは訪れていくわけですよ。で、そうなってくると、なんだろうな。うん、なんかまあ、うんなんですかね。要は人がもう、働かなくていいこと、いいくなったりとか、食料不足からの、まあ、めちゃめちゃテクノロジーが発達して、まあ、すべて、ね、DNA から、もう、もう、まあね、昔、ま前かな、あの、ネットフリックスの特集番組で、その、 えっと、韓国の人か。韓国の人で一時期話題になって、その細胞から取って、あの、クローン、クローン、クローンの、なんだっけな、ちょっとタイトル忘れましたけど、クローンの天才だったかな。かそのクローンを作りまくれる人がいたんですよ。韓国にね。で、今その人はちょっと当時、なんか、やらかしちゃって、バッシング受けで、今ドバイというか、その南米、どっか行っててラク、ラクダを作りま、ラクダ150頭作りましたみたいな。 でその十何年前に死んだラクダの細胞から細胞を取ってで普通ってなんだろうな昔までってなんかその精子を取って卵子に投入するみたいなのはなんとなく、まあ、人工授精とかなんとなくわかるじゃないですかでも精子がなくてもその髪の毛一本の細胞から取ってそれを細胞を増幅させてなんかそのそれで産ませることができるんですよすごくないですか <laughs> もうラクダ150を作りましたみたいな、ね、だからどこまでその発達するかわからないですけど要は結局何でも作れるようになっちゃうなんか神の領域みたいなでもそれはなんかいろんな,なんすか、ね、そういう問題があるのでそこまでその浸透するかどうかわからないですけども基本多分最終形はねちょっとした細胞があれば全部作れるみたいな今までは何ですかね例えば植物作るにしても土があって。 なんか土に種をまいて、水をやって、えー、光合成して、どうのこうのっていうことだったんですけど、別に何もやらなくても細胞からも人工的に全部作れちゃうみたいなね。うん、なんかそういう形、全部なってくるとは思うんですよ。それが千年、まあ、千年はかかんないと思いますけど、まあ、何百年後の世界には多分そういう世界が待ってるんじゃないかな、なんですよ。で、どん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 その文明が発達していくと、要は、 なんだろうな。もう意識の世界になってくるわけですよね。今もまあ、ね、精神世界って言われてる部分もありますけれども、もう、物とか、昔はね、物がなかったんで、物が供給されて、三種の神器みたいな時代があって、物を作れば売れるみたいなね。松下幸之助さんも、なんかその、蛇口をひねるように供給するみたいなも <laughs> のがなかったからね。で、これからは物も提供され、情報も提供され、 えー、なんだそういったものもあの提供されもうだから何すかね今なんかね通販番組とか見るとあのですかねこれ1個でシワが消えるみたいな,なんかそういう化粧品も出たりとかしてずっと売られてますけれどもそもそもとして細胞を変えちゃえばいいんじゃねみたいな。 <laughs> もう遺伝子変ええちゃゃばいいんじゃないじなかみたいなねもうだからあのさ肌が衰えない肌みたいなね細胞みたいなそういうのも別に作れると思うしもしくは移植するなりなんかねなんかちょっと薬飲むだけでそのなんか細胞がどのほうの若返るとかねそういうのもまあ普通に出てくるようになるのは結構先かもしれないですけどでもさそのうちそ,そうなると思うんで。 だから最終形はもう意識の世界になるのかなと思いますね。うん。だからなんだろうな。今って、まあその、な、なんだろうな。テレパシーとか、まあ、日本の、日本の言葉で言うならば、アウンの呼吸とかあるじゃないですか。うん。でも、あれって、その、まあ、科学的には証明されてないかもしれないですけども、うん、その、なんだろうな。うん、まあ、あるわけじゃないですか。 な、そのなんか同じ電波というかお同じ周波数だったりとかね。で、それをもう現実的に誰でもその、その周波数を合わせることができる。Wi-Fi みたいな感じですよ。だから僕がイメージしてるのは、その、それは人それぞれに、人それぞれの能力によってその周波数を出,し出せたり出せなかったりとか受信できたりできなかったりするんだけど、チップを入れることによって、 例えば、左脳が動いてかなくて、サ左脳を全部動かして、全部の人間のフルパワーをね、使えるみたいな。で、そうすると、なんかもう、言葉も喋らなくても、なんか電波を使ってね、Wi-Fi を使って、人間と人間が Wi-Fi で繋がって、リンクして。だから今は、インターネットっていう、う回線が、 電波だったり回線が世界を繋いでますけど、今度その電波みたいなのが人間に入ってきて、人間が全部リンクしていく。世界中の人間がリンクしていくみたいな。で、その先は、まあ意識の共有ですよね。多分。うん。まあでもね、もう SF みたいな話になってきますけどね。<laughs> どうなっていくんでしょうね。だからまあ話を戻すと、引き寄せの法則ではなく、もう繋がってるってことですね。 繋がっていると僕たちはだけどそのつながってるんだけどもその時期の周波数だったりとか電波だったりとかそのまあ、えー、素粒子だったかな,、えー、なんか量子力学でもあると思うんですけどなんか動いてるみたいな話ですよね。でその動いてる周波数と動いてる周波数が時期によって合う合わないあったりとかするわけじゃないですか多分。 で、その引き寄せっぽく見えるのは多分その人の動いてる周波数と自分の周波数があってピッてリンクするみたいな話ですよね。うーん。そう。なんかその、あれ、Wi-Fi の電波入ったぞみたいなね。あれ、電波いきなりあの県外から入ったみたいなね。なんかちょっと移動するとね、なんか電波入ったりするじゃないですか。まあそんな感じかなっていう。 場所によって、だから、あと、パワースポットとか、日本で言うなら、パワースポットとかね。まあ、海外でもパワースポットっていう言葉で表現されてるのがわかんないですけど、だそこの場所の、行くと、周波数がこう、なんか、整ったりとか、うん、なんですかね。あと、マイナスイオンみたいな言葉もあったりとかもしますけど、そこに行くと、すごくその、落ち着く、周波数がすごく整うとかね。うん、まあ、それを、オーラ、周波数、うん、量子力学の、なんかそういう、動いてる。 ことって表現するのか。い,、まあ、いろんな表現方法ありますけどね。うん。だからなんですかね。例えば、絶対引き寄せが起こらないものって、周波数が違わなければ、違うと、受信も送信もそうか噛み合わないので、例えば、じゃあ、ガキの頃ね。ガキの頃、うキん、ガキの頃に、 90歳、80歳の人と運命的な出会いをするかっていうと、限りなく可能性は多分少ないと思うんですよ。なぜならば、80歳、90歳が持ってる周波数と、子供が持ってる周波数がそもそも違うので、うん、興味関心も違うじゃないですか。だからそれはステージごとによって、ただから僕で言うな、わかりやすく言うと僕で言うならば、昔はビックリマンがめっちゃ好きでした。ビックリマン小学校の時買ってました。でも今ビックリマンに反応しないですよ。 びっくりですよね。<laughs> 全然びっくりじゃねえから <laughs>。だからその、年代によって、その、受け取る、その興味関心が出るっていうものも変わってくるし。うん。だからなんだろうな、その噛み合うか噛み合わないかですよね。だから多分この偶然な出会いっていうのはたまたまその人との、えー、なんかのあれ、タイミングで電波が噛み合ったんじゃないかなっていうところですね。うん。だからまあ、そんな感じじゃないですか。 うん、で、あとは、なんだろうな、もっと深い話をすると、うん、多分ですよ、その、意識が高次元にいく、もしくは、うん、なんだろうな、大きくなっていくと、いろんな人に、その、シ、う、ュ、ん、が合うようになってくると、いろんな出会いが生まれるんじゃないかなと思います。なぜならば、その意識が高次元になりました、いろんな人の意識を受信できますよってなった場合、 うん、いろんな引き寄せがあるっていう話ですね。だけど、意識が低い、魂レベルが非常に低ければ、それはいろんなもの受信できないので、結局、引き寄せ、引き寄せというか、つながれない、電波を受信できないみたいな話ですね。うん、そう。だからまあ、僕たちがやるべきことっていうのは、意識の向上、魂の向上ですね。で、いろんな電波を受信できるようになる。もしくは、うん自分の意識、意志、 意思によってその電この電波は遮断するとか、ね、うんなんかそういうことをやっていくとなんかよりいいつながりっていうのはできてくると思いますねうんまあちょっと難しい話ですけどねまあ僕もいろいろ勉強していろんな体験してまあちょっと言語化がこれすげえ難しいんですけどうんただまあ引き寄せの法則って、まあ、なまあ僕もマーケティングとかも勉強してるんでぶっちゃけその引き寄せの法則が流行った理由って その引き寄せの法則を売りたいからなんですよね。<laughs> ただエジソンとかもそうじゃないですか。エジソンも、そのトースターを売りたいから、トースターを売りたい、有名な話だと思いますけど、トースターを売りたいから朝飯こうぜみたいな。ファーストブレックブレッあファースト、なんだ。 あトーサーな、なんか、ベックなんか、その、朝、前までは1日2食ぐらいで朝飯をその、パン食ってどうのこうのっていう常識文化はなかったと思うんですよね。だけど、トーストを売るために、そういうなんかメディア洗脳というかね。だから引き寄せの法則も、だ例えばザ・シークレットを売るために、そういうプロモーションですよね。こういうのが実はあるんだよ、みたいなね。あの PV はね、なんか良かったですよね。作り込みが。なんか、なんか不思議があるのかな、みたいなね。 あ引き寄せの法則をマスターすれば人生が激変するんだじゃあその方法って何だろう本買うしかねえザ・シークレットみたいなねだからそのマーケティング要素が結構入ってると思いますね引き寄せの法則という言葉を作ったっていうかその原型を作ったのは結局それを売るためであるとでももっと深い理解をすると引き寄せの法則ではなくつながりだつながってるんじゃないかなっていうのが僕の見解ですねでそれを ま、引き寄せの法則という表現をするのか。まあ、今回僕は繋がって、もうそもそも引き寄せの法則とかじゃなくて、みんな繋がってるよ、みたいな。だからこれね、僕、吉田松陰の言葉が非常に好きなんですけど、吉田松陰の言葉でね、結構動画とかでもたまに言ったりとかするんですけど、覚悟の磨き方という本の中で、吉田松陰がこう説いてるんですけど、あの、なぜ人は学ばなければいけないのかっていう問いで、えー、と吉田松陰はね、えー、なぜ人は学ばなければいけないのか。それは、 忘れたことを思い出すために、えー、学ばないといけないんだよ、みたいな。うん。思いやりとか優しさっていうのは本来持ってるものなんだけど僕たちは成長の過程で忘れていくと。だからそれらを学んで忘れたものを取り戻していかないといけない。忘れないために学び続けないといけない。だから私は学びます、みたいな。僕すげえ好きな章なんですけど。やっぱ生ききってる人はち、ちげえな、みたいな。<laughs> 生き切ってるやっぱ全然やっぱ捉え方ちゃうなと思いますけどね。うん、はい。みんなね、まあまあ僕はお金系の稼ぐ系を言ってるので、稼ぐために学ぶみたいな話じゃないですか、一般的にはね。まあそれはまあ別に、それは事実としてあるし、別に悪いことじゃないしね。稼ぐために学ぶ。稼ぐためのその方法を学んでいく。なんだけども、もっと深い理解、もっと深いところを言うと、なぜその、そもそも学ばなければいけないのかっていう。 だからいろんなところを、例えば、ビジネスでお金を稼ぐんだったら、深いことを理解していって飽きないっていうのはどういうことをやらないといけないのか、なぜお客さんに商品を提供するべきなのかとかね。その、なんだ深い理解ですよね。ただ単にお金が稼げるではなく、その、なんだろうな、深いところまで理解して勉強できるようになると、なんか違う、多くの人が見えない、 世界というかね見えない思考に到達するかなとは思いますけどね。うん。はい。ということで、吉谷さんは引き寄せの法則的なことを考えたり実践していることはありませんでしょうかということで、まあ実践してることは日々、えー、やるべきことやって、磨いていくだけですね。うん。そう、自分の、まあ僕はいろいろやっていく中で、 これが僕、まあ、それはね、わかんないですよ。わかんないんだけど、自分の使命ってこういうことなんじゃないかなっていうのが、は、なんか、なんとなく、感覚的になんか降りてきたというか、いろんなことをやってきて、いろんな経験していく中で、あ、僕にしかできないことっていうのがあるんだなっていうのが分かってきたし、で、それが僕の、この世に生まれてきた存在意義というか、使命というかね、 そうなんじゃないかなと今思えるし、で、そのためにやってる部分もあるし、もちろん自分の生活のためにしあのお金をしっかり稼ぐっていうところもあり、まあ、いろんな側面で物事を見れる解釈して、自分の行動に対しての意味付けっていうのができるようになりましたね。なぜ行動するのか、なぜ稼ぐのか、そこの意味付け、深い意味付けができるようになってきたかなと思いますね。で、結果的にそういうことをやってると、勝手になんか引き寄せの法則は発動しますね。勝手に。 勝手に周波数が合ってくるんで、うん、で他の人と会わない周波数だからそのなんだろうなうん例えば、うん、普通に生きてたらね絶対その会えないような人と会えるとかね例えば僕がすごくこれ引き寄せたなと思うんですけどこれも結構動画で言ってるんで知ってる人は知ってるかもしれないですけど僕があの東京の会社で入ってあネットビジネスの会社 IT の会社入って で、まあ、社長にね、聞いたんですよね。社長が尊敬する人って誰ですかみたいなね。社長の上ですよね。社長がリスペクトする人って誰ですかみたいなね。聞いたら、そやな京セラの名誉会長の稲森和夫さんかなみたいな。稲森和夫さんって誰ですかみたいな。 まあ、あそうなんですねっていう、うん、合わせていたんですけど、心の中ではね、全然知らないんですよね。誰やね稲盛和夫だって。で、その後僕あの僕、本屋にすぐ行ってね、まあ、そのお昼、ランチ食ってる時にそれ聞いたんですけど、ランチ食い終わった後あの本屋に行ってですね、あのー、稲盛和夫さんの本あるのかなと思って見たら、ちょうど山積みになって、まあ、それも引き寄せてるのが分かんないですけど、ちょうど山積みになって、生き方っていうね、本が山積みに売られてたんですよ。もう十何年前の話ですけどね。 でえーまあ、すぐ買いましてでその生き方みたいなねなんかすごい人なんだなみたいなそっから稲森和夫さんっていう人がどういうことをやってきたのかって知ってくるわけなんですけどでそれからまあいろいろもう大変なことあっていろいろビジネスやってきましたけどそれから10年後まああのねビジネスやってたからつながれたと思うんですけどあの紹介いただきまして「稲森和夫さんに会えるけど会いに行く?」みたいな「行きます」っつって京都まで行ってきて。 で、あの、直接お会いできてね。で、まあ、僕はその十何年前に買った本をその時持ってって、まあ、サインもらって、あの、なんか、感動しましたね。こんなことは生きててあるのかなみたいな。<laughs> 生きてると、いろんなことあるなと思いましたけどね。でもうね、稲森和夫さん、亡くなっちゃいあの、お亡くなりになられちゃいましたから、ね、もう、直接会えることはもう絶対ないわけですよ。だから、一生の思い出ですね。直接お会いして。 あの、サインいただいて、まあ、もう目の前に稲森和夫さんがいるんですよね。なんかすごい、なんか、うん、不思議だなと思いましたね。で、あとはやっぱ稲森和夫さんの、その、なんだ、そのパーティーみたいなとこだったんですけど、なんか稲森和夫さんの姿勢ですよね。どんな人、ど、すごいんですよ。どんな人にも手を合わせてお辞儀してたんですよ。で、稲森和夫さんってまあ、もう、巨頭ですよね。経営の神みたいな巨頭なわけですよ。そんな巨頭神が、 どんな人に対しても手を合わせてね、おじきしてるんですよ。深々と。まあみんなね、稲森和夫さんみたいな感じでこう行くわけですよね。まあ僕も行きましたけど。<laughs> いやいやね、いろん、まあびっくりしましたね。あのなんかその研究、謙虚力すごいなみたいな。謙 <laughs> 虚力マジ半端ねえなと思いましたけどねで。しかもその手と手を合わせた手が超美しいんですよ。ピターってね。 あの、くっついてね、すげえ、もうこの人は何回手と手を合わせてきたのかなっていうぐらい、すごい綺麗な、うーん、光景でしたけどね。うん。はい。ということで、いろいろ申し上げましたけど、まあ、そんな感じでございます。はい。では、終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。